スノーボードをなんでやってるかって聞かれるんですけど、それはもういくら考えても答えが出ないですね。もう自然にスノーボードして、でスノーボードのための生活を送って OK I'm ready。11, 6 more hours powder. It was so much fun.スノーボードの中でタイミングがすごく大事で、全て力じゃなくタイミングとバネで全てやってますね。ドロップ、パークはもう作られたもので、で、スピードも分かってるし、着地もどこに飛べばいいか分かるし、バックカントリーのラインでそこにジャンプ入れたりターン入れたりするのは、Timing. Ah, it's so hard! 撮影の時だったり大会の時だったり、自分が少しでも怖いと思ったり、挑戦する時にはいつもスタート前に家族に祈ったり、自分がやってきたことを信じて滑ってますね。その時にこのタトゥーに入れている家族の名前だったり。OK!俺が思うグッドスタイルは、まあ、自分のスタイルを持ってる人と、あと周りに流されないものです。他の人がやってることなんて、それを見て真似すれば全然誰だってできるから、そこにないものが。自分のスタイルです。